キットマン北海道探索チャンネル、今回は室蘭市のワニシにやってまいりました。ご覧ください。この道からね、いいですよね。占い屋さんとかね、ちょっと怪しげな感じ、何が起きてるんだろうっていうね、すごいファンタジーを感じましたよね。中には入りませんでした。この屋根、このテントっていうんですか、この色も鮮やかでね、すごい好きです。でマンホールもね、研究してます。私、その都市の市町村のマンホール全部違いますからね、なかなか面白いですよ。多分この緑のはパチンコ屋だったのかなとかね、いろいろ想像してみるわけですよね。これも多分パチンコ屋だったのかなってね、思います。ここもね、もう解体されたり、倒壊しかけてたり、そんな感じなんですけれども、なんていうんですかね、全盛期の時代をこう想像しながら見ます。これくるくる巻くタイプのテントなんでしょうね。初めて見ました。この骨組みも移動するんだと思いますよ、カクンとね。この縦筋の錆の具合、そしてね、シスターのタンが落ちた感じがね、いいですよね。こう長年耐えてきました。